はい、じゃあね、今回もピクミンやっていきましょう。お願いします。前回は希望の森で見た目だけいかつい鳥をしばいて29個目のパーツをゲットしたので、最後の試練、最後のステージが出ましたと。なんで今回はここの攻略ですね。やっていきましょう。いや、緊張する。まあ2日間幸い残っているので、1日目でね、ある程度こう情報収集ができるのはありがたいですね。可愛いフォントで最後の試練。 BGM もちょっとなんか怖いですよ。まがまがしいで、水があるな。青ピクミンか。ちょっと待って、一旦パーツじゃない、マップ見ましょう。もう明らかに戦闘がある。明らかに戦闘しそうなステージ。何、コロシアムみたいな場所がある。ちょっと待てよ。一旦オリマーだけで下見行くか。いや、青ピクミンを連れて行くか。一番怖いのがさ、やっぱピクミンを失ってしまうことですよね。今、総勢427名の社員がいるんですけど、この社員を増やす余裕は、もう日数的にもないので、意味もなく失ってしまうのが一番しんどい。そしたら、あっちは火が。なるほど。あそこをピクミンで通るのは厳しいな。じゃあ、一旦こういうところを青ピクミンで、橋をね、作ってあげて、これはキーピクミンでこの岩を壊せっていうことかな。じゃあどっかに爆弾があるはずだな。いや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 、あるあるある、爆弾あります、爆弾ありますね。 あとできることはなんだ。ちょっと待って、頭使え、口じゃないぞ、頭を使え。あそこ橋かけられんのかな。ん、いや、かけらんないな、これ。投げて、あ、でも投げて、あ、でもダメだな。どうやってこれキーピクミンに持たせるんだ。あ、そうか、投げて俺が持ってけばいいのか。なんだ上まで行ってもう一回投げてってやればいいんだ。とりあえず爆弾はゲットできるな。で、この先は赤じゃなきゃダメだな。一旦俺だけで行ってみますか。そうだな。まあどうせ回復もできるので戻れば。あ、え、てか いけないですね。ん、そうなんだ。じゃあちょっとわかんないや、あそこの火の場所わかんないんで、キーピクミンを連れて行って、爆弾を回収して道を作りましょう。あー、まあ2種類ではいけるか。全然余裕ですよね。お、橋ができたかな。よしよし、お疲れ。ちょっと待っててくれな。そしたら、いや、もう俺のミスでキーピクミンを溺れさせるわけにはいかない。いっちゃん余裕なのはもうダントツキーピクミンですから。まっすぐね、まっすぐね。で、俺がこれ振り返るとキーピクミンが後ろ回って落ちちゃうから、学習しろ。なるべく奥。よし、いけ、ここなら問題ないだろう。よし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 、全員無事で、俺がこれで上に上がって、で、何個ある、3つかな。3つであれ壊せる、どうでしょう。中にもう1個ぐらいないかな。あ、ないですね。そしたら、じゃあまた俺がこれ直で投げらんないかな。あ、いけそうですね。危険か。危険ですね。やめよう。慎重に行こう。日数限られてるんで。かつ、まだもう一日あるので。焦るな。急がば回れ。急がば回れですよ。この爆弾のピクミンをね、溺れさせてたらもうほんと目も当てらんないんで。慎重にな。慎重にな。ファーストキスくらい慎重に行け。ちょ、意味わかんない。すいません。意味わかんなかった。テンパってますよ。緊張してますよ。絶対クリアしたいもん。よし、
で、道はできてんな。そしたら、奥の方はどうだ？奥の方できてるか？できてるな。偉い、偉いぞ。帰ってきていいよ。あ、でもこの奥どう進むんだ？あれ、段ボールかな？こっちからじゃあ、押せないのかな、あの段ボール。どうなんでしょうね。まあまあまあ、うだうだ言ってる時間はないな。あの段ボールを押すために、赤ピクミンをあっちに連れて行くのかな。よし。そしたら、ゆっくりね、慎重にね。ここもだよ、落ちんだよ、絶対。よし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 。そしたら、この辺なら大丈夫かな。これも慎重に行きましょう。ただ問題は何発必要か。あ、あ、でも柔らかいですね。ちょうど3つでいけるかな。よし、いけ。よし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 。で、これだよな、問題は。ちょっと押してみます。あー、ダメだな。じゃあ、ん、やっぱ赤ピクミンの出番もあんのかな。ですよね、もうできることないですもんね。よし、それじゃあ一旦この子たちはお留守番にして、今度は赤ピクミン団員を派遣して、なんとかあそこを突破できたらと思うんですけど。あ、で、ビラビラいっぱいありますね。結局あれの意味わかんなかったな。ピクミン殺されちゃうだけですもんね。よし、よし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 。したらまあ団員は多めにいるので、なんとなくじゃあキリよく90100は下ろせないんでね今。よし。ただこれ問題はどうやって、これ俺も突き、あ、てかいけないのか。そっか、オリマーはいけないから。ああ、溺れてる。いや、これは俺が迂闊だった。あんまりいっぱいいても、そっか、これ溺れちゃうな。溢れて溺れちゃう。ああ、ごめん、俺が迂闊すぎた。くそー、あそこの橋のあの境に立ってるやつ、あの子やばいよ。こんだけいればさすがにいけるだろう、この先。ちょっと一旦この辺待っててくれ、君たちは。で、どうやって俺があっちに行くかだよな。うまいこと指示出せばいけるのかな。だって向こう行けないですもんね。行けないな。え、これさ、ペケ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 やればさ、渡ってくれんのかな。だから、こっち側に、これ飛び降りないよな、さすがに。ちょっと、様子見でこねくれ。お、お、お。ペペ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 。お、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 お。いけるいけるいける。え、でもこれ無理じゃね？あ、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 いける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 。賢い賢いぞ、ピクミン、頑張れ。オッケー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 。これで道ができた、道ができた。順調、順調、順調。で、この子は待っててもらいましょう。不意に落ちたら怖いので、残りの子はもうこっちに呼び戻しましょう。落ちないでよ、落ちないでよ。はい、おいで。まっすぐおいで、まっすぐ。よし、君も君も。しゃ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 。で、で、で、待ってくださいね。これでここの橋がかかって渡れるようになったので、もうパーツの方行けますね。壁があるのかな？一旦このまま団員で、あそこの壁。落ちるなってなんでぞ。やばい、帰っておいで、帰っておいで、帰っておいで。おぎょ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 。よかったよかった。まっすぐね、まっすぐね。よし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 。50匹。あれ、なんか減った？あれ？あ、そっかそっか。段ボールの方にいんのか、何匹か。よしよしよし。こんだけいれば、何があってもなんとかなるでしょう、基本。敵全然いないです。お、で、壁。じゃあ、この壁壊してもらいましょう、団員に。で、その隙にちょっと、いろいろ、あ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 、爆弾もあるな。おー、もう終わったの、早い。そしたらどうしよっかな。いった、怖いな。絶対なんかあるもんな、これ。でも、まあ、見ないことには。奥にも壁あんな。ちょっと待ってください、これ、先に壁壊すか。あ、爆弾があるな。
あれがパーツなわけないですもんね。いや、絶対まだなんかあるわ。まあ、そりゃそうなんですけど。待ってろ、社長が見てくる。ああ、こいつか。待って待って待って、いった、みんなみんな、え、ぶっさいか、こいつやばい。戦ってみますか。どうだ。あ、でもダメージ入るな、入るな。弱点とかないのかな、弱点。うわ、やられたか。うわ、気持ち悪い気持ち悪い。でもこれなんかめちゃくちゃ頑張れば、あー、踏まれると死んじゃうのか。なんかこのままいけそうではある。ただこれ時間がな。いったいった、あー、何匹か今踏まれたかな。これどこ、顔顔かな。弱点、足元でやってると今みたいにそう踏まれちゃうから。え、でもなんかいけそう。なんかモンハンみたいな立ち回りでいけそうですよ。あー、半分いった。時間がない。ちょっと待って、これちょっと待って、これこの人数でいけるかな。いやー、でもなんか頑張れば頑張ればいけちゃいそうだぞ。俺二日いらんかったか。あー、やめろー。ちょっと待って、これは、時間優先でいく、時間優先でいく。あー、そこはそもそも貼り付けないのか。やっぱ顔面ですね。ちょっと待って待って待って、急げ急げ急げ、これ頑張ればいける、頑張ればいける。これ多分、日をまたぐと回復しちゃいますよね。だから。あ、もう、めちゃくちゃドキドキする。どうしよう。キーピクミンいるかな。爆弾意味深ですもんね。一応連れてきますか。でもな、あれで爆弾さ、起爆しちゃって、全滅っていうのが一番嫌なんで、もう結局もう暴力団員で暴力を振るうのが一番効率いい気がするんですよね。よし、みんな行くよ、行くよ。あ、でもパーツも、あ、でもまあ倒すだけ倒せばね、明日パーツを。ゆっくりね、ゆっくりね。あー、ダメダメダメ、はみ出てる、はみ出てる、はみ出てるって。くっそー、かー、ごめん、でも時間がない、すまない。よし、あと少し、あと少し。みんな逃げろ逃げろ。うわー、何人死んだ、何人死んだ。振り返るな、死んでいった者のために。いやー、今めちゃくちゃ死んだな。いやー、いけそういけそういけそう。もうゴリ押せゴリ押せゴリ押せ。え、はぁ、え、火力高っ。うわ、ごめん、俺が足引っ張った。うわ、いや、オリバーがやられるのは考慮してなかった。え、これ団員足りるかな。でも道はできてるんで倒せはしそうですね、明日。そっからもう一腹あったらやばいですけど。え、待って待って、団員の数、チャッピーどこにいたんだよ、出てこないでよ。誰もいなかったじゃん。オリマーに平和にキャンプをさせてやれよ。うわぁ、不甲斐ない。社長が足を引っ張っている。遭難29日目、とうとう生命維持装置の切れる日が来る。もし明日中にパーツを集めきれなかったとしたら、その時は無理やりにでも宇宙へ向けて発信するしかないだろう。いくつかのパーツが足りなくても矛盾製までの飛行には影響ないかもしれない。とにかく明日は残るパーツを回収することに全力を尽くすしかないとのことです。はあ。最後の一個何なんでしょうね、パーツ。待って、赤62。これ致命的だな。まあ、しゃあない。しゃあない。ああ、でも、オリマーが死ぬ。ああな、普通に負けるより。申し訳ないわ。
社員に申し訳ない、遺族の方に申し訳ない。俺はしょうがない、しょうがない。もう一日ある。ここでリベンジしましょう。